どうも皆さんこんにちは。今回の動画は現在ワッサム駅に来ています。今回はここワッサム駅から快速名寄港に乗りまして旭川に戻ります。それでは本日も最後までよろしくお願いいたします。さてここはワッサム駅のホームです。奥の方からは名寄方面からやってきました H100系がやってきました。こちらの H100系は快速名寄号としての運転をしています。北海道での地方路線ではキハ40などの国鉄車両が使われていましたが、現在ではこちら H100系が使用されていることが多いです。とは言っても H100系の車両の両数はまだまだそんなに多くはありません。本日乗車します H100系は21番です。今回はこちらの21番の車両に乗って旭川に向かいます。ということで上の方には表示がされていますが、赤いところに快速と表示されています。こちらの表示初めて見ました。そもそも旭川で見ることがなかったんで見れて本当に良かったです。H100系旭川行き快速列車はワッサム駅を発車した後、次の停車駅は別府駅です。途中の駅では対向の名寄方面に向かう H100系が止まっています。列車は現在旭川運転所の横を通過しています。この日乗っていた列車には4人ほどでしょうかね、撮り鉄の方がいました。この日は稚内方面に向かう急行列車が運転されていたということで、それを撮影しに来てた撮り鉄の方なんでしょうかね、そこまでは分かりませんが、旭川運転所にはたくさんの機動車が止まっています。それでは気になる運賃表を見ていきます。運賃表を見てみますと、次の停車駅旭川終着となります。ちなみに稚内はなんと5,940円。列車は終着の旭川駅に到着いたしました。さて今回の動画はここまでとしておきますが、次回の動画では現在目の前に止まっています特急仮面に乗りまして札幌駅に帰ります。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。